お疲れ様でした。お疲れ様です。今回初めてのコンサート会場からのライブ配信でしたが、いかがでしたか？はい、やはり初めてということでライブ配信ちょっと上がりましたけれども、いいことだと思ってます。はい、ありがとうございます。お客様に光るうちわをお配りしたんですけれども、ステージからご覧になっていかがでしたか？とてもいいですね。やはりあれを光るうちわをこう振っていただいて、あちこちこう見られるので、とても応援していただいてるっていう形になって、すごく嬉しいですね。はい、ありがとうございます。今こういったコロナ禍の中、公演が中止や延期が多いですけれども、こういった配信ライブっていうスタイルいかがですか？そうですね、今このコロナの中でやっぱりまた増えてきてますので、実際にはこうステージに立ってというのは皆さんとお会いしてっていうのはできないんですけれども、これこういうライブ配信っていうのはとてもいいことだと思いますね。皆さんあたりもこういう元気な姿とか見ていただけますので、いいと思います。はい、やはりお客様に直接やっぱりお会いしてのステージが一番ですよね。確かにそれはありますね。やっぱり皆さんにお会いして顔を見ながら、握手をしながらというのがやっぱり一番の、我々にとっては幸せなことなんですがね。またこういったライブ配信ぜひ参加していただきたいんですけども、ご出演していただけますかね？そうですね、また時間が合えば、ぜひ参加したいと思います。ありがとうございます。そして何か宣伝、告知、PR などございましたら、ぜひこの場でお願いいたします。とりあえず今私も今コロナで、3月に CD を作ったんですけれども、新曲出したんですけども、全然今のこういう状況じゃもうできないので、なんとかライブ配信とかで、売れればなと思っております。はい、ありがとうございます。では最後にご覧になっていただいたファンの皆様にメッセージお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。いろんな体の具合悪い人にも応援メッセージをいただき、とても感謝しております。また居酒屋さんの方から美味しいものを作って待ってると言われたことに対してもとても嬉しいです。ぜひ皆様ともまたこれからも一つ私を北川昇を応援よろしくお願いいたします。はい、北川さん、またこれからも素敵な歌声を届けてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ライブミニコンサート in 高田馬場、2021年7月22日木曜日、出演者募集スタートです。ステージの種類は3種類、10分間ステージ、20分オリジナルステージ、30分オリジナルステージ、この3種類からお選びください。そして夜の部は新しい音楽番組、加山明雄の悠々ミュージックがスタートします。加山明雄が司会を務め、ゲストと一緒にライブ配信、インターネットの生放送で皆様に素敵な音楽番組をリアルタイムでお届けします。お問い合わせは悠々モデルまで、お待ちしております。第4回悠々ライブコンサート in 練馬文化センター、2021年9月9日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は北川大輔と歌仲間、夜の部は桂隆二と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフは某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせは悠々モデルまで、お待ちしております。第5回悠々ライブコンサート in 練馬文化センター、2021年11月11日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は
山崎定治と歌仲間、夜の部は加山明夫と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフはジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせは UU モデルまで。お待ちしております。